はいといととうことでまず皆様、えー、っと関西広域連合、それからですね東北、それから北海道で受験をして今、聞いていただいている方あのまた動画を見ていただきましてありがとうございます、そして試験大変お疲れ様でした。いやー本当にどうですかね皆さん ね、あの大変だったなと思います、えー、合否いろいろあるかなと思うんですけど、えー、また次ある方はですねぜひ次につなげて頑張っていただきたいと思いますしそしてこれから試験ある方、えー、今週の水曜日ある方いらっしゃいますよね。 そして、今度の日曜日ある方もいらっしゃいますよね。結構まだ、あの、控えてる方たくさんいらっしゃると思いますので、えー、今日はですね、こちら、えー、五章別表攻略法、実は三章の復習がいっぱいです。というところですね、えー、少し見ていこうかなと思いますので、皆さん、一緒に今日20分ほどで、えー、お話をさせていただきますので、お付き合いいただきたいと思うので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。それでは、えー、早速ですね、お話をしていきたいと思うんですけど、まずはですね、皆様、ちょっと今年の、 傾向見てみませんかえー、ちょっとここに簡単に書かせていただきました。えー、ちょっとこれ全部じゃないんですけど、ちょっと概要、え、入れさせていただいてます。えー、今回はですね、今、2箇所のブロックのところの試験が終わりまして、えー、そこの傾向をちょっと見させていただくと、えー、例えば、あの、第1章のところ、それから、え、第4章のところの内容、手引きが変わったところがですね、新たに出てくるようになっております。 なので、えー、例えばですね、あの手引きの改定されたところ、一番最初のところ、えー、ありましたよね、薬物曝露時間と曝露の席であの、そのあたりなくなって、えー、作用強度というところ変わりましたね。そこのところもちょっと入ってきておりますよ。ねえー、でもそこを今,今のところまだ引っ掛けてきておりません。えー、特に皆さんが嫌いなこう健康食品のところ、そうなんですよ。そこのところがですね、第一章のところで、えー、これ、両方のところかな、出てきておりました。 それからあとは、新生児、新たに出てきましたね。新生児って皆さん、何でしたっけ覚えておりますか新生児の年齢区分。そうですよね。生後。 4週未満でしたね。そうなんですよ。そこのところもう一度思い出しておいていただきたいと思います。それからあとは、第一章のところ、セルフメディケーション税制のことについて少し聞かれてきました。特にこれは、セルフメディケーション税制、問題、だいたい1問ぐらいで全部バーッとセルフメディケーション税制のことについて聞かれてきたので、これは他のところももしかしたら聞いてくるかもしれません。なので、もう一度そのあたり、一回、テキスト見といていただきたいなと思います。うん。それからあとは、ドーピングのことについて。 うん、そうなんですよ。これ、チラッと言葉が、えー、ドーピングのところについて手引き新しく入ってきました。えー、なので、市販薬もですね、そういったドーピングに引っかかるような、えー、成分が入っているものもありますので、えー、そのあたりもう一度、ちょっと見といていただきたいと思います。それからあとは C 型肝炎訴訟ですよね。うん、これがですね、やはりちょっと引っかかるところがたくさんあります。うん。なので、そのあたりもう一度ね、確認しといていただきたいと思います。それからあとは薬局。新たにこれ第4章のところで、薬局の、ありましたよね。 健康サポート薬局とかあったじゃないですか。そう。そのあたりのところが、えー、ちょっと出てきておりましたので、えー、ぜひぜひ、えー、ちょっと、あ、そこら辺まだちょっと曖昧だなという方は、必ず確認できるようにしといてください。そして、お薬手帳のことについて、えー、お薬手帳どのように活用しているのか、ということについても記載がありましたので、えー、ぜひぜひそのあたり、えー、皆さん改めて、えー、ちょっと今このあたりの項目、あ、自分ちょっとここ忘れてたなというところはですね、えー、確認をしといていただいて、新たに、うん、そうなんですよ。あのー、毎年、毎年というか昔を 手引き改定されたら大体2問から3問ぐらいしか出てなかったんですよただ今回はあの難しいところは出てきてないですうんそうかんまだ簡単なところなので、えー、ここをあの注視して たくさんやんなくちゃっていう気持ちになって、ここだけになると、あの、そんなにたくさん点数取れませんので、まずは、今一度皆さんの自分の基礎的なところができて、そして、え、ちょっとこう、概要を抑えるぐらいな感じにしといていただくと、ちょうどいいかなと思いますので、ぜひ皆さんね、えー、頑張っていただきたいと思います。はい。ということで、よろしいでしょうか。それでは、 今回のですね、えー、題名のところの内容をちょっと少しやっていきたいと思いますので、えー、そのつもりで皆さんね、えー、ちょっとごめんなさいね、ちょっとこう。いはい、ごめんなさい。えー、やって、やらせていただきたいと思います。はい。では、改めまして、いいでしょうか。ここ、三、えー、5章のとこですね。実は、ま、今回、3章の復習がいっぱいですということで、皆さん、第5章点数どうですか、えー、この別表のところ結構量出てくるじゃないですか。 そうなんですよ過去にはですね第5章の20問中10問以上出てきたところもありました。うん だから、いや、それだけ出てきちゃうと、うわーっていう感じになっちゃうんですよ。例えば、えー、今回の東北北海道の問題、えー、なんですけど、えー、東北北海道って毎年そんなに小薬漢方って取材がなかったんですけど、今回結構いっぱい出てきちゃったんですね。だから、そういう傾向もありますので、ご、えー、章別表自分のところあんまり出ないからっていうところで、急にバーンって出てしまうこともありますから、ぜひそういった意味では、しっかりと勉強しといていただきたいんですね。そうなんですよ。 だから、えー、特にここ、3、え、章、ー、のところですね。皆さん、成分名、えー、漢方薬のところ、大丈夫ですかうん。いや,いや、まだまだ、そうなんですよ。最後まで大変。そうなんですよ。みんな今頑張ってる。そうなんですよ。今聞いていただいている方も頑張っていただいていると思います。そう。みんな、全国のみんな頑張ってるので、うん、合格する方はみんな頑張ってる。そう。だから、皆さんも合格してほしいので、今皆さんくじけちゃダメですから、絶対に頑張ってくださいね。そう。 ね、私もね、えー、もう今、もうずっと休みなしでフル活動してますので、皆さんもね、ぜひね、あのー、休んでる場合じゃないですから、頑張ってくださいね。はい、ということで、そんな成分、あと、漢方薬も出てきますよ。うん、そうなんですよ。 だから、えー、その漢方薬のところ、あー五章のとこでも出てくるんだーっていうところですね、あの、びっくりしないで気持ち心構えをしといていただきたいと思います。いいですかはい。ということで、まずは皆さん、三章の成分名ね、えー、それから漢方薬のとこ大丈夫でしょうかっていうところから、えー、始めていきたいなと思います。はい。じゃあ、そんな成分名、えー、それから漢方薬の名前、うん、なんかもうなかなか厳しいよーっていうところなんですけど、特に五章のところに関しては、皆さん、問題文ちゃんと読んでます そう、問題文。なので、まず、一番最初の、ちょっとポイント。なんですよ。一番最初のポ,ンポイントとしては、皆さん、問題文ちゃんと読んでください。問題文。そうなんですよ。何かというと、こういうの書いてありますよね。 してはいけないこと。そう。それから、相談することってあるじゃないですか。そう。五書の別表って、えー、大きくこの2つのところから構成されてますよね。そうなんですよ。なので、その問題文を見たときに、してはいけないことについて問われているのか。 それとも相談することについて問われてるのかによって全然違ってくるので。そう。だから今どっちのことについて聞かれてくるのかなっていうところをまず一番最初に気づいていただきたいんですよ。そう。で、これを気づいた上で、ああ、そうだ、成文明漢方薬があるんだなっていうところですね。つなげていただきたいんですね。そうなんです。 だから、ここ、問題文をちょっとちゃんと読んでなくて、見落としてしまって、あれ今これどっちのことについて言ってんのかなうん、いいや、とりあえず言っちゃえみたいな感じもちょっと危険。そうなんですよ。だから、ここはまず一番最初に押さえていただきたいポイントになります。よろしいでしょうかはい。ということで、いやーなんか早いですね。ここまで、もう10分経っちゃいましたよ。あとはもう半分し,しかないですからね。皆さんね、ここから爆走していきますよ。いいですかはい。ということで、 じゃあ、そんな、えー、まずここは OK だよっていう方。そしてその後、薬効分類はちゃんとできてるのっていうところなんですよ。薬効分類。何かというと、えー、皆さんのその薬効分類というところでは、えー、例えばですね、うんと、あれですよ。抗ヒスタミン成分。ね。えー、じゃあちょっともうここもう消しちゃいますよ。よいしょよいしょよいしょ。よいしょよいしょ。はい。今度ポイント2ですね。 はい、いごめんなさいね。ポイント2のところではその薬効分類例えば抗ヒスタミン成分皆さん大丈夫ですかとかあとは抗コリン成分とかまずこの2つちゃんと成分名出てきたときにあっこれ抗ヒスタミン成分だなあっこれ抗コリン成分だなって見分けでいきます そう、まず、そこから言ってほしいんですよ。ね。で、抗ヒスタミン成分、抗コリン成分、そう、暗記なんです。ごめんなさい。暗記なんです。暗記なんですけど、でも、皆さん頑張ってるじゃないですか。そう、抗ヒスタミン成分って、あ、そうだ、なんとか語尾が、なんとかミンってつくの多いなって。ね。ジフェンヒドラミンとか、なんとかミンってつくの多いじゃないですか。ね。ちょっと書いていきますよ。 うん。なんとかみん。そうですよね。そう。あとは、なんとかじーんってつくのも多いじゃないですか。そう。めくりじーんとか。ね。なんとかじーんってつくの多いじゃないですか。そう。だから、そうやって語尾のところから、でもこれ絶対の必須じゃないですかね。それで引っ掛けてくることもあるから、なので、えー、覚えるヒントにしていただきたいんですよ。そうなんですね。だから、えー、まずはそんな、 薬効分類がちゃんとできてるかどうか。うん。特に、えー、そんな、抗ヒスタミン成分や、えー、抗コリン成分だったりとか、あとは、ん何があるかな。アドレナリン作動成分とかもそうですよね。うん。なので、そのあたりのところが、まず、だって、たくさんあるじゃないですか。うん。で、抗ヒスタミン、抗コリン成分なんて、なかなか、ベラドンナソーアルカロイドとか、ね。 そう、ロートエキスとか、あるじゃないですか。だから、そのあたりが、あのけ、なかなかこう、覚える、こう、なんですかあのー、こういうね、えー、まとめて覚えることがなかなか難しいので、ここはね、頑張って、力技。だからもう、あれですよ、皆さん。トイレに貼ってください。うん。もうね、あの、座って、 ね。あの、ぼーっとしてる場合じゃないんですね。もう目の前からね、文字をガンガン入れてくださいよ。ね。えー、お風呂に入ってスマホ見ながらでもいいですよ。ね。なので、もう本当に今ね、えー、短期記憶に皆さん頑張っていただきたいので、そこでいかにここら辺をインプットするか、そしてインプットしたやつを皆さんいかにアウトプットするかですよ。アウトプットですね。そうなんですよ。ね。頭に入れるのはいいんだけど、出すのがなかなかうまく出ないので、そうなんですよ。だから、そういった意味では、 過去問ですね。皆さん、頑張ってやってくださいね。そうなんです。はい。ということで、えー、そんなね、えー、ポイントに、薬効分類のところ、ちゃんとできているかどうかっていうところが、やっぱり重要となってきます。はい。それから、あとは、えー、その次行きましょう。今度は、えっ、ー、と、ポイント3。よいしょ。よいしょ。ちょっとこう消しますね。いや、これなんか自動で消えるといいですよね。ビーってね。<laughs> はい。それで、えっ、ー、と、ポイント3なんですけど、今度は、薬効の特徴が理解できているかどうかっていうところなんですよ。 そうね皆さん今ここにも書いてたけどちょっともう一回書きますねごめんなさいねこう、えー、ヒスタミン成分こうヒスタミン成分ってどんな作用がありましたっけそう私の YouTube 見ていただいてる方は3つの作用いけますよねいけますねそうなんですよいけました今ね私ちょっと含み持たせてますからね皆さん今この間に考えてくださいよ <laughs> い,きいきますねはいそうこうヒスタミン作用 そうなんですよヒスタミンによる炎症を抑える働きそれから抗コリン作用、ねえー、弱いながら持ってますそれから中枢抑制作用眠くなる働きありましたね。というところでは、ねえー、抗ヒスタミン成分ってそういうい役目があります、うん、まずはそんな、ねえー、薬効の特徴ちゃんと理解できてるかどうかというところなんですよ。うん、であとはそんな作用を覚えていただいたらあと細かい特徴あったじゃないですか。 そう。例えば、ありましたよね。そう、乳児に、昏睡を起こしちゃうようなものあったじゃないですか。そう、五章の別表に書いてありますよね。そうなんですよ。だから、そういったところの細かい特徴、ちゃんと第三章のところで抑えられてるかっていうところなんですよ。でも、あれですよね。五章別表のところでは、そのあたりが、例えば、 授乳中の子供にブワーって一覧で書いてあったりするじゃないですか。そう。ね、ありますよね。昏睡起こしちゃうよとか。あとは、あれですよね。そう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 。頻脈起こしちゃうよとか。そう。あと下痢起こしちゃうよとかいろいろあったじゃないですか。そのあたりのところがちゃんと頭に入っているかどうか。確かにここね、第3章の復習なんですよ。でも、第5章のところに別表でまとめてガッと書いてあるじゃないですか。 そこをもう一度、あ、そうだ、ここよく出るんだなというところですね。ぜひぜひ皆さんいいですかだから、そこのところでは、えー、抗ヒスタミン成分とか、あとは、またもう一回書きますけど、抗コリン成分とかあったじゃないですか。ね、えー、わ、書けない。よいしょ。抗コリン成分とかあったじゃないですか。あとは、あれですよね。そう。アドレナリン作動成分。 ちょっと丸さにさせてもらいますね。アドレナリン作動成分。アドレナリン作動成分で、これ、気をつけなくちゃいけないのがありました。何かというと、ちょっと色変えさせてもらいますよ。いやー、今日、あれなんですよ。YouTube ライブ、あの、スマホでちょっと撮らせていただいてるので、いつもよりなんか映像いいですかね。<laughs> はい、ということで、ごめんなさいね。余計なところでした。あれなんですよ。 プソイドエフェドリン。これ、めちゃめちゃ重要ですから、プソイドエフェドリン。うん。何かというと、プソイドエフェドリンって、ちょっとさっき消しちゃいましたけど、してはいけないこと、相談することで、出てくる場所がちょっと違うんですよ。そうなんです。そこ大きなポイントなんですよ。そうなんですよ。なので、このプソイドエフェドリンって、 ねえ、例えばあるじゃないですか。ねパーキンソン病の治療薬。うん。ありましたね。ありましたね。いけますかありましたね。<laughs> そう。モノアミン酸化酵素阻害剤です。そうなんですよ。モノアミン酸化酵素阻害剤を使ってる人、ありましたね。注意事項。そう。そのあたり、もう一度確認しといていただきたいと思います。これも別表のとこ書いてありますよ。そう。そういうとこだったりとか。あとは、えー、このプソイドエフェドリンって、 アドレナリン作動成分。他のものと比べると、中枢への作用が結構強かったんですよね。そうなんですよ。だから、特に気をつけなくちゃいけないところとしては、た、例えば、あったじゃないですか。例えば、高血圧症の人とか、そう。ね、排尿困難の人とか、気をつけなくちゃいけない。それは、してはいけないことでしたっけ相談することでしたっけっていうところ、ありましたよね。ぜひ、皆さんの手引き別表のところで、プソイドエフェドに見つけたら、そこにバー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 バババとチェックしてみてあげてください。どこにどういうふうに書いてあるのか、というところを、 重要となります、うん。ぜひそういうところね、注目していきましょうね。はい。ということで、えー、そんなプソイドエフェドリンのところのお話になりました。はい。あとはですね、うーんと、あ、三つ目、四、えー、つ目ですね。いきましょう。あ、もう時間っとち,ち,ち,ちょっとしかないですね。ちょうどいいかな。よいしょよいしょ。はい。ちょっと待ってくださいね。ちょっと今、ダッシュで消しますからね。よいしょ。よいしょ。はい。では、えー、今度は、ポイント四つ目になります。 年齢制限の区分は大丈夫でしょうか皆さんそうなんですよ例えばありましたよね3歳未満まあ使っちゃダメだよーとかってあったじゃないですかいけますその成分はいどうぞ <laughs> いけました そうなんです。今出てきた方は素晴らしい。出てこなかったは今覚えましょう。そうなんです。ね、これはあれですよね。三目はダメなのは暇死油ですよね。暇死油って何でしたっけそうなんですよ。小腸刺激性のシャ成分でした。ね、他は大腸でしたよね。というようなところもやっぱ大事なところになります。 ね年齢ありましたね。そうなんですよ。あとは例えば、何でしたっけ ?6 歳未満あったじゃないですか。いけますかどうぞいやーありがとうございます。<laughs> ごめんなさいね。もう、そう、ちょっとごめんなさい、ね。書く時間もったいないのであれなんですけど、アミノアンソー抗酸エチルありましたよね。そう、6歳未満とか。ねあったじゃないですか。そう、そういった、 年齢区分のところ気をつけなくちゃいけないところあったじゃないですか。15歳未満はすごく多い。でも、そういった3歳未満と来たらもう暇臭し,しかないし、6歳未満とねえ、使っちゃダメだって言ったら、アミノアソウコウサンエチルしかないかったりするし。ね、アミノアソウコウサンエチル何の薬効分類かいけますそう、局所麻酔成分ですよね。とか。で、理由は何ですかそう、目とヘモグロビン結晶ね、起きちゃうんですよね。 子供における貧血のような症状が出ちゃいますから、だからそういったところですね、えー、ぜひぜひ気をつけていただきたいなと思います。はい。ということで、大丈夫でしょうかはい。なので、えー、皆様ですね、あのー、5章別表。 やっぱり、第3章の復習をですね、しっかりとしていただくことによって、どんどん上がります。そして、5章別表、別表のところを見ることによって、あ、そうだ、3章はここなんだ。あ、ここのところのテキストのここの部分に書いてあるんだなというところの復習につながってきますので、ぜひ、5章別表をしっかりと攻略していただくと、3章のとこも点数上がりますから、皆さん。頑張ってください。まだ全然いけますから、まだありますよね、期間は。そう、今、 動画聞いていいてただいた方ありりがとうございますやっぱり一人で不安じゃないででですすすか不不安安皆さん不安なんななよそうなので私の方にもあのあ無料で LINE やってますからね LINE のところに質問いっぱいいただくんですよ。ごめんなさいまだ返せてない方ご,んとごめんなさい。それで不安な方本当に多いのででもね頑張ってるのは自分一人だけじゃないですよみんな全国で頑張ってます何万人で頑張ってますからだから最後まで絶対に諦めないでそうなんですよ諦めないでください。 ね。なので、ぜひぜひ5章別表のところですね、クリアしていただいて、そして3章のところの復習につなげていただいて、そしてそれを覚えるだけじゃなくて、しっかりとアウトプット、問題をやるようにしてください。そうなんです。ね。ぜひぜひ、そういったところで皆さん、最後まで皆さんの応援しておりますので、絶対にですね、皆さん、頑張っていただきたいなと思います。よろしいでしょうか。はい。ということで、皆様、 ね、あとは最後自分との戦いですから頑張っていきましょうね。はい。ということで、えー、と時間もうちょっと過ぎておりますね。えー、今日はこの辺りで終わりにしていこうかなと思いますので、今度は皆さん、また YouTube 上で、えー、生配信、今度いつやるか分かんないんですけど、えー、皆さん今度はあの録画配信の方でどんどんやらせていただきます。そして、ごめんなさい、あの私、Twitter だったりとか、そうなんですよ。あとは、えー、インスタとか。 ちょっと最近やらせていただいております。なので、ぜひぜひそちらの方もですね、皆さん、あのー、見ていただくと、ちょっといろいろ、えー、問題とか、あのー、最新の問題とか配信したいとか、あとは、え、ちょっと面白おかしい、ちょっと動画とか流させていただいてますので、そうなんです。なので、ぜひぜひちょっと気持ちなんか、あの、楽しめればなと思っておりますから、ぜひ皆さんご利用いただければなと思っております。はい、ということで、皆さん、あとは気持ち。 ね、気合いですよ。頑張っていきましょう。ということで、皆さん、最後まで私も応援しておりますので、皆さんぜひ頑張ってください。今日はご視聴いただきまして、ありがとうございました。